の来た怖いばあちゃんが雨水をまいてた。日の当たるブロック塀に布団が並べられて、おねしょをした子はどこへ行った、知らんぷり出かけてく。もう戻れない時は流れてゆくけど、本当はもう帰れない。みんないなくなったけど、今でもどうせ忘れてしまうさ。きっと僕らのふるさとはこの手で育ててきた場所、ふるさとはこの手で育てていく場所。